神武天皇が眠ると言われる柏原神宮をチラ見します。ちょっとね、歴史が古すぎて実感がないのよね。近代の歴史ならいいんやけど、紀元前とかになってくるわけよね。もうね、わけわかりません。2000年以上前の話をされたとて、まあもう伝説やし、なんかもうそれどこまでほんまなんみたいな。わしゃ聖徳太子かもそうやけどさ、いやいや10人の話なんか絶対聞けるわけないからさ、ちょっと一人歩きしてて、もう聖徳太子自身が困ってるレベルやから。むっちゃ空いてる。むっちゃ空いてるし、すっごい格式高い感じする。あと、結構歩かされそう。やだな。しんどいな。俺この後高野山行こうと思ってんねん。アホやろ？三重のゲストハウスで会った人が、高野山最高やったから絶対行っとけって言われて、俺行ったことあんねんけど、もう一回行っとくかって思ってんねんけど、無理かも。いや、これちょっと、距離が見える？ゴール見える？見えそう。もう一生来へんから、行くよ。絶対来へんからな。よいしょ、正しいのはいいんやけど、アクセスもうちょっと良くならないっすかね。天皇毎回東京からここ来てんの。無料。これかな。あれ、ご最新神武天皇ですって。はい、梶原神宮、柏原神宮終了ということで、もう神事お腹いっぱいです。一応あの高野山方面に向かうけど、精神的な限界を感じた場合は高野山行かずにもう和歌山まで行ってしまいます。神様もええわ。日本の神様矢をよろずりすぎ。一神教の方が楽やな。どっこんでもおるから、なんか挨拶の回数が半端ない。じゃあまいんなよって話ではあるけど、まあ一生に一回やから。柏原神宮から高野山までの距離が1時間29分。意外と近い。日常的に行けるやん。高野山行くか。意外と奈良と高野山は近いんや。高野山まで残り1時間9分、公明党のポスターをたびたび見かけるエリアを走ってるところなんやけど、さっきから道がさ、ずっとこの調子なんやけどさ、もしかして Google やってる？大丈夫？ずっと小川沿いを走らされててさ、公明党のポスターばっかり出てくるんやけど、やってないよね。大丈夫よね。もうね、かれこれ30分ぐらいこういう道走ってます。あのね、最初はね、まあこんなもんなんかなって思ってたのよ。やっぱしばらく走ると不安になるね。あれ、こんな細い道走ったまま和歌山まで行けんのかなって。残り1時間10分38キロ頑張っていこうね。はい、オッケー。究極の選択、国道24号まっすぐ行けば和歌山です。ここを左に行けばこの深い山に入っていって高野山にたどり着くことができる。4時20分、左行きまーす。もうええよ、一生来へん。もう一生来ないという誓いを立てに行こう。それだけ、それだけ。もうこの機会じゃないと来ないから。大丈夫、俺がどれだけ苦しんだとしても映像に残して推定5万人の人に見てもらう方が価値あるから。一人の犠牲なんかどうでもいいねん。より多くの人を幸せにするために少数の人が犠牲になることを容認する社会やから。まあでもジャニーズ事務所は泥船になりつつあるから、ちょっとずつその認識も変わってきてるのかもしれない。でも俺は望んで犠牲になってるから。投げ山吹け。不安でいっぱい。はぁ、怖え。残り19。すごいよね。1分ぐらいもう待ってんのに誰も後ろ来へん。世界に俺だけになったみたいや。しんどいな。大丈夫か、荷物。オッケー。1分経過したけどまだ誰も来ず。うわあ、こんなところで死んでも自業自得としか言えん。行こう、もうちょい。はい、行きましょう。
オッケー、残り4分って書いてあるけど、もうここ高野山ですわ。天気悪い。山ん中に急に町が出てくる感じは北海道の西興部村と似てる。なんでこんな山深くにこんな大層な施設作ったんや。なんかすごいところがあるんよ、ここ空海やから。もう空海が何なんかもわからへん。もう神様多すぎる。チャット GPT に聞くのも限界です。俺がね覚えきれない。空海は結局何した人なの。ちょっとあの屋根的なところあるならもうどこでもいい、どこでもいいね。あ、やばいやばいやばい。うーん、ここでここでよいしょ。振っとりました。あ、しっかり振ってるやん。どれぐらいで引く。ウェザーニュース見ちゃいなさいよ。まあ、でもここだけ雲出てるから、この雲が消えるまで待機したら大丈夫か。楽天つながるな。振っとるな。OK、 15分ロス。雨は引いたかな。奥の院が高野山の本場やから、そこだけ見て帰ろう。マジでマジで。ここにいたらどうにもならん。マジで。でもこっから和歌山行くにも山抜けなあかん。きつ、きつい。ちょっと無理しすぎたな。まあもういいけど、今回も無理しすぎたな。山の上やから天気読めへんねん。今雲ないけどさ、空気上がってきたらまたそれが雲になるっていう、この悪循環。なんて言うんやっけ、それフェーン現象って言うんやっけ。なんか俺チャット GPT で調べたんよ。なんで山の天気は変わりやすいんですかって。なら空気が上がって冷やされて、でそれが雲になるから、雲がないところに雲が発生するのは山の高度が原因ということなんで、ここいる限り雲が消えることはない可能性が高いから、早めに逃げないと。待っても終わりは来ないよ。 OK、雨は降ってるけど奥の院です。なんでもここは秀吉とか信長とか名だたる戦国武将のお墓があるらしい。ただ俺はそれ以上に今17時45分、こっから和歌山駅までの道のりを想像してテンションを上げることができない。いやー、雰囲気ありますね。歴史の重みを感じるというか、先人たちの築いてきた我が日本、自然と感謝の気持ちで溢れてしまうというか、この雨が降っているのもまたいいじゃないですか。時刻も17時56分。ちょうどいいんですよね。明るすぎず、暗すぎず。なんでも、あの戦国武将、織田信長、武田信玄、徳川家康、そして豊臣秀吉、お墓が揃っているというふうに伺っておりますが、これだけ数があるとちょっと見つけるのも難しいですね。せめて何か一つだけでも見つけたい。豊臣家とかいいんじゃないですか。人一倍目立つお墓を探してはいるんですが、全部すごくって甲乙つけがたいと言いますか、捨てがたいな。あのお墓もいいな。あら、来たじゃん、豊臣家墓所。これだけでも見ていこう。誰だろうな。まあ、やっぱ存在感はあれですよね、秀吉さんですよね。あー、他よりもね少し高いところにあると、あー雰囲気あります。素晴らしい。荘厳なね、あちらですかね、豊臣家墓所史跡。信長に続き高野攻めを行った豊臣秀吉は高野山の高野攻めを取りやめ、あ、そう、庇護するとともに復興交流に努められました。説得を受け入れたということで、最終的にここを選んだ。神聖な場所ということですね。人生ゲームの駒みたいにはなってるけど、これが偉大な秀吉公のお墓でございます。今日も日本国民は元気です。あー、信玄と信長はどうする。見たいっちゃ見たいけど、秀吉がこの扱いされてるということは多分目立つ感じで置いてあるとは思うんやけど、案内板が何一つないんですよね。こっち秀吉とか置いてくれたらいいんやけど、マジウォーリーを探せ状態やから、ひときわ目立つお墓を探そうにも出会ってしまいました。織田信長公公墓、 10m 先左ということで、これで終わりにしましょう。全員見つけていきたかったけど、ちょっとケツカッチンで。すごいね、映像に映ってんのか。どれや。おお、
秀吉の方が明らかにでかいな。信長墓所、これですかね、こちらですかね。ちょっと扱いの違いを感じるが、これ違う、こちらですかね。はい、ありがとうございました。日本は元気です。じゃあそろそろ怖いんで山抜けます。しんどいしんどい。はい、高野山終了ということで帰ろう。和歌山まで1時間18分。最悪の展開やな。雨の山道か。忘れもんないことを祈るぞ。雨降ってきてももう進むしかないですね。あー、雰囲気ありますね。マジっすか、雰囲気ありますね。いいじゃん、最後の最後にいいじゃん。雰囲気あるな。登ってないよねこれ。頼むよ、Google さん信じてるからね。いいね、心細い。トンネルの明るさも気持ち悪いね。抜ける瞬間ももっと気持ち悪いかもしれない。え、これ続いてんの。もうキモい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 。これまだトンネルやん。もうええって、前が見えん。うわー、むっちゃ長いやん、もうこのトンネル。もうええって、後ろにも車おらん。長い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 。ありがとうありがとうありがとう。きつー、これこれで出口ってことね。そういうことよね。オッケーオッケー。あー、明暗差で目やられる。でまたトンネルなんや。あれ、こんなトンネルあったかな。新しい道。おー、あー、でも雨の跡はなくなった。オッケーオッケーオッケー。右だそうです。左行きたかったな。雲の中だけは勘弁して。オッケー、車いると安心感あるわ。ここかよ、通ったわボケ。オッケーオッケーオッケー。もう高野山一生来んわ。オッケーオッケー。けじめつけました、ありがとうございました。はい、カット。お疲れ。今日も良かったよ、疲れてる演技。じゃあ、あともハイエースでホテル行っちゃうから。乗って乗って。